こんにちは、エリカです。これから頭の疲れをケアしていきましょう。まず骨盤を立てて座り、背筋を伸ばします。あぐらでも正座でもどちらでも大丈夫です。手のひらを額の中央に当て、気持ちいいと感じる力加減でゆっくりと右回し。自然な呼吸をしながら20秒ほど行います。右回しが終わったら、同じ要領で左回しを20秒。力を入れすぎないように注意しましょう。次に耳の上あたり、側頭部に両側から挟むように手のひらの付け根を当てます。ゆっくりと押し回ししながら、頭の横を揉みほぐしていきましょう。最後に10秒ほど上に引き上げていきます。そして次に耳の後ろ、下の方にある膨らみの下に、両手の親指を当てます。右耳の下の膨らみの下には右手の親指、左耳の下の膨らみの下には左手の親指を当て、残りの指は自然に広げます。ゆっくりと自然な呼吸をしながら、指先で心地いいと感じる程度の力で、まんべんなく頭を揉みほぐしていきましょう。この時に肩が上がったり、背中が丸まらないように、骨盤を立て、背筋をすっと伸ばしておきます。これを30秒ほどかけて行っていきます。